ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法華寺町にございます TM ビルの2階を紹介させていただきます。こちらは単身者にぴったりな 1DK タイプのお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらが寝室として使っていただける洋室のスペースとなっております。こちらの洋室も十分な広さがございますので、ベッドなどを置いていただいて寝室として使っていただけます。こちらのお部屋にはエアコンをつけておりますので、安心して使っていただけます。またバルコニーも南向きとなっておりまして、このようにしっかりとした広さがございます。屋根もございますので、お洗濯物などもしっかりと干していただけます。洋室の隣はダイニングキッチンとなっておりまして、こちらも、このように十分な広さがございます。先ほどの洋室と合わせて、広めのワンルームとして使っていただいても大丈夫ですし、このように間仕切りの方はしっかりとございますので、来客の際はこちらはプライベートのお部屋として使っていただくこともできます。次はキッチンを紹介させていただきます。キッチンはコンパクトなんですけど、大変使い勝手のいいタイプとなっておりまして、コンロも一口のガスコンロが入っております。上と、下の方にしっかりと収納がございます。また、コンセントをたくさん、設けておりますので、冷蔵庫などもしっかりと、置けるようになっております。またこちらの方に、収納の方がございますので、衣類などこちらの方に入れていただけるようになっております。で、次はお風呂です。お風呂には、このようにですね、洗面台がついておりまして、大変使い勝手のいい、お風呂のスペースとなっております。この廊下の部分にもこのようにですね、収納がございますので、こちらも合わせて使っていただけます。そしてこちら側に、お手洗いとなっております。最後は玄関のスペースですが、玄関のスペースの横に洗濯機を置くスペースが、このようにございます。下駄箱も大きめのがついておりますので、靴もしっかりと収納できます。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。